教,区教会ミサ曲第3番ヘンロ長長 D324 はフランツ・シューベルトが1815年に作曲したミサ曲。演奏時間はミサブレビストなろう長さであるがトランペット、ティンパに木管楽器を用いるその大きな還元学的効果はミサソレムニスの分類にも当てはまる。シューベルトの肖像フランツ・アイブルが 1827年シューベルトは本作をミサ曲第2番完成から数ヶ月経った1815年11月11日に書き始めている。いかなる演奏機会を見込んで作曲されたのかは分かっていないが、初演のソプラノを担当したのはテレーゼグロープであっただろうと考えられている。これは本作がリヒテンタール教区教会のために書かれたということを意味しており、 シューベルトは深い恋心を抱いていた、グロープと共に過ごす時間を作ろうともしていたのではないかと思われる。本作の規模の大きな還元学編成と拡張された還元学による感想はハイドン風であると呼ばれており、とりわけハイドンのネルソン・ミサが強い影響を与えた作品として引き合いに出されてきた。モーツァルトやバッハへの言及もなされている。初演の状況については、 よくわかっていないが、このミサ曲はウィーン外部でよく知られていた。シューベルトが兄のフェルディナントから受け取った1824年10月6日の手紙では彼がハインブルクに置いてあるミサ曲の演奏のためにオルガンを弾いてほしいと頼まれたと語られている。そのミサ曲は招待客が蘇生を知らない有名な作曲家の作品だった。受け取ってみてフェルディナントは これが自分の弟の楽曲であると気づいたのであった。ソプラノ、アルト、テノール、バス独唱、混声合唱、トランペットに、ティンパに、オーボエに、ファゴットに、バイオリン2部、ビオラ、通奏低音全6曲からなる。演奏時間は約30分。歌表は合唱譜から作成されたもの。略記はソプラノ、アルト、テノール、バス、混声合唱のい ありがとうございます。